今回はこちらガシャポンのバックトゥザフューチャーのデロリアンですね。こちらあの炎のエフェクトがついてるのが出て嬉しいなという感じです。デロリアン、これバックトゥザフューチャー1の時の仕様のやつですね。ここにあの電線から電力を取り込むやつ、これですね。このパーツを切り取って刺すということになってます。この炎のやつが便利に使えるよということですね。一応この後ろに、シールが貼れるようになってんですけど、このシールが異常に剥がしにくくてですね、まだ貼れておりません。こちらバックトゥザフューチャーの1のデロリアンでした。はい、バックトゥザフューチャーで育ったようなものなので2回回してみました。こちらはバックトゥザフューチャー2のデロリアンですね。いい出来じゃないですか。どうですかね。これドアがね上にシュッて開いたらかっこよかったんですけど、そこまでは動かない。でこちらあの浮くスケボーみたいなホバーボードとか言ってましたけどねが、ついてます。でそれに貼るこれのシールと同じくナンバープレートのとこに貼るシールという感じです。ここまでやったら全部揃えたい気もしますけどね、ダブり始めるから怖いっていうとこです。はい、ということでそれぞれ組み上げるとこんな感じになりますということですね。いいですねこれね、この電線に引っ掛けるやつね。でその瞬間に電気が流れていって名場面をね思い出しますね。これはもうタイムスリップした後の、あの地面にできるやつですけれど、デロリアンかっこいいですね。はい、というわけで、バックトゥザフューチャーの、デロリアンガシャポンで出ております。